台北にある林大本に来ました。今回食べたものはですね、小籠包とカニ味噌入り小籠包、そしてエビのチャーハンです。エビ入りチャーハンになります。小籠包ですね、もちろん人気店なんですのでとても美味しいです。はい、ジューシーでですね、スープも熱くてですね、美味しい小籠包の味わえるお店の一つです。はい、でカニ味噌入りももちろん美味しいので、ぜひですね、行った時には食べてみてほしいなと思いますけれども、もう一つですね、エビ入りチャーハンですね。これも人気のようでですね、ここのお店行く前からちょっとチェックしてたんですけれども、とても美味しそうだったので注文しました。でエビもですね、プリプリの、大きさもですね、しっかりとした大きさでとても美味しかったです。で米の硬さなんですけれどもですね、若干固めかなっていう感じなんですけれども、個人的にはですね、これぐらいしっかりとした、硬さのあるチャーハン好きなので、とても美味しかったです。でご飯もですね、こうパラッとしてて、味付けはですね、塩味の割とさっぱりとしたような感じのチャーハンでした。はい、であともう一つですね、ビール飲んだんですけれども、18日以内の賞味期限の台湾のビール、台湾ビールのようで、これがですね、とても美味しかったので、油のあるですね、この小籠包、スープあるんですけども、まあ油も結構ありますので、ビールとかと一緒にですね、食べるとさっぱりとしてて、とても美味しいといった印象です。で、メニューもですね、いろいろ餃子だったり、ニューローメンだったり、たくさんの種類ありますので、他のメニューもですね、食べたかったのもあるんですけれども、今回行くときですね、別のお店の小籠包だったり、いろんなものを食べたかったので、大体ですね、一つのお店で、何点か頼んでですね、ちょっとずつ食べてみたいなということで、たくさんは、オーダーしないといった感じにしました。はい。で、ここのお店ですね、支払いの方なんですけども、クレジットカード使えなくて現金のみですよということで、入るときに言ってました。で、混んでいるの、時間だけなのか分かりませんけれども、行ったときですね、確か20分、30分ぐらい待ちになってたんですが、相席ありますよっていう話してまして、で相席の方ですね、2階か3階で、食べたんですけれども、そちらの方だったらですね、すぐなんか入れまして、それほどですね並ばなかったといった印象です。まあちょっと時間によってはですね、混んでる時間だとすぐ入れないのかもしれませんけれども、夜行ったので、そういったこともあってですね、それほど並んでなかったのですぐ入れたのかもしれません。はい。で、行き方なんですけれども、東門と書いて、ドンメンと書い、いうですね、MRT の駅があります。そこでですね、5番出口今回利用したんですけども、5番出口からですね、歩いて1、2分程度で、まっすぐ歩いてですね、1、2分程度ですぐ着きますので、アクセスも非常にいいので、台北行った時にですね、ぜひ寄ってみてください。多分、お昼時とかですね、夕食の、ちょうど夕食時の時間などはかなり混みやと思いますので、まあ、少し時間をずらして行けるようであれば、時間をずらしてですね、行くといいのかなと思います。はい。